箱入り息子です。なんで何するの今日は。今日は診断するらしくて、何かをだからとりあえずペンとホワイトボードを配りました。でもあ、分かった。キヨちゃんは、あのインキャラボーイというやつでやってるじゃん。インキャラボーイ、インキャラボーイだから逆に誰が一番ヤリラフィーコンテストみたいな。あ新しいもんね。パリピのことをヤリラフィーって呼んでる。何をするか教えてもらっていいですか。いや知らんね。知らんね。自分はモテるなって人いますか。はい、女性で。今っていうか生まれた時からずっとモテてるわ。やば、え、みんなあ、謙虚。え、じゃあガチでモテないの。それそうやろ。え、俺的にさつきとみなととこたろはね結構モテると思うよ。あー、え、俺とそのまま俺とそのまま気持ち悪い。俺らの。あ、わかった。平凡すぎてってこと。ちょっとかっこよすぎるみたいな。年上からモテそう。あーそっちか。知ってるんですよ。なんかの調査結果で、めっちゃイケメンっていうより普通の顔の人が多い。あ、知ってる。そうっていうねやつがあるの。あ、終わったな。あ、じゃあ量が取れて俺なんかモテるってことか。そうね。ミナトがなんかテレビで一番かっこいい、知ってるけど一番小顔なんだって。自信顔でかいから。そう、わかんねん、マジで。なんか何をしたらモテるとか。市川さんのね、モテるポイント知ってるんですよ。コンビニに行くじゃないですか、よく。一個飲み物買うやん。飲み物買ってさ、重たいやん。市川くん持ってくる。あ、言ってた。ナチュラルに持ってくるから。あ、じゃあこっち持ってもらって、軽い方としてくるガチで。早速、診断を始めていきましょう。せーの、いくだり。髪色と髪の長さとか見た目に関わること。一緒、黒い、暗いよね、髪の。もっと多分美容院に行ったっていう事実。え、どんなんだろう俺。まあ、でも色とかで多分ここと。小太郎はそうだね。小太郎はもう乗っかりまくりやな。流行大好き。清原もさ、TikTokに乗っちゃいがちよ。 あ、乗ってる。すぐやるやん。じゃあ乗ってるわ。すぐバズった音源やり始めるやん。じゃあ乗ってるわ。なんかじゃあ次コタやん、絶対いいの。絶対コタやん。低くていいじゃん。人に合わない。一生しゃべるね。うち結構おしゃれ。セットアップ着てるもん、部屋で。あ、なんかいい。パジャマセットアップ着てる。パジャマはみんなセットアップやる、普通。そうなの。次、これ難しいね。あ、微妙なところだわ。毎回毎回毎回ってこと。親いるときとか。次、カフェラテって甘いですか。次、次、駆け引きしたいけどできない人はどうですか、先生。知らなすぎた。どうなんか、りょうが昔教えてくれたの。最初はパン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 って返すけど、向こうがちょっと気になり始めたら、こっちはめっちゃ連絡返すの遅くさ。あ、言ってたね、それ。恋愛それ登録会やるな。前回りょうが言ってたやつね。次、引きずるか引きずんないかみたいな。あ、え、振り返らないだったらピン。見返らない。振り返らないだったらピン。終了。はい、フリップオープン。番7、6、6、4、6、5、5やで。5や、5です。みんな似たようなもんじゃん。じゃあまず0から2個当てはまった人はいないけど。いないね。はい、何ですかそれは。あなたのモテ度は残念ながらかなり低いようです。自分を見直す必要があります。自分を鏡に映してみてください。身なりは整っているでしょうか。髪がボサボサだったりヨレヨレのシャツを着てはいませんか。また最近他人の悪口や愚痴ばかり言ってないでしょうか。そういったネガティブな発言もまた異性を遠ざける原因になっているようです、とのことです。0から2個の人ね、気をつけましょう。じゃあ次、3から5個、5の人。俺、これ絶対やばいよ。さつきとみなと。さっぱりとした性格のあなたは同性からの人気者。
でも相手が異性となると話は別。残念ながらモテ度は少し低いようですね。男女問わず誰とでも仲良くなれるあなた、異性はあなたのことを友達だと思ってくれるようですが、なかなか恋愛対象としては見てくれないようです。あなたの中の男性らしさ、女性らしさを意識してみて、今までただの友達だったと思っていた異性の反応が変わるかもしれませんよ。ミナトとサツキは同性から認知ということですね。まあいいことじゃない、男性らしさ。でミナト、もっと男性らしさ出すと言ったらライブとかで一番遅いよ。出したいんだよ。俺はチャー君とかリョハみたいなことしたいんだよ。うん、いろいろ難しいねん。何をする。でもさ、2人でさ、共通してるとこというかさ、クソぶりっ子野郎ってこと。ああ、だからそうそうそう、クソぶりっ子野郎がある。確かに、ね、そういうとこが出てんのよ、やっぱ結果に。結果にコミットしてるわけ。基本コミットしてないの、この人は。コミットできてないから、次は、6から8。全員だね、あとの残り。優しい性格でいつも笑顔を絶やさないあなた、モテ度はやや高めのようですね。明るいあなたに好印象を抱く異性は多いようです。あなたの優しさに惹かれ、しかし優しいだけではそのうち飽きられてしまうことも。自分の意見を言ったりわがままを言うことも恋愛には大切。優しいだけの人にはならないが、あなたの今後の課題のようですね。だそうです。はい、芯をついてくるとかな。まあ優しいってことね。まだ優しいね、別にいいことよな。優しすぎるのは良くないってさっき小太郎にも言われた。確かに明るいよな。とにかく明るい。とにかく明るい人は。わがままも言えばいいんだよ。うん、そう、自分の意見を言うのも大事。俺と小太郎って言われるとさ、決まるのか。自分の意見を言う方。俺が言わないみたいな。ルガは言わないよ。ルガは人に合わせていくタイプ。流されやすくて合わせるタイプ。あんま当てにならないわ、これ。うん、みたい。最後見る、うん、9から10ハイスペック。9から10の人は、あなたは今とてもモテモテの状態のようです。内面も外見も磨き上げられたあなたは輝き眩しいくらいのオーラを放っています。今のあなたはまさに異性の憧れの的。はい、という感じでね。面白かったです。面白かったね、うん、というわけで本日はモテ度診断をしていきました。大丈夫、一言もしてみたい。確かに確かに。どうだった9までやってみて。まあなんか駆け引きってやっぱ良くないなと思いましたね。良くないな、駆け引き。良くない。あ、良くない。めんどくさい、駆け引きって。あ、そうなんか、そういうの楽しくないもん。あ、残ってるやん。消え出した。太ったから言えるもっと気を使いということですね、みんな。あ、違った。